こっちよ。すげえ。ダウンタウンを抜ければ夜明け前に議事堂に着ける。だといいな。平和だったのは20年も前なのか。高層ビルって近くで見るとすごいね。すごすぎるわ。このビルとビルが支え合ってる。まるでエッフェル塔のように。エッフェル塔じゃねえな、ピサの斜塔みたいな感じで寄りかかって感染者を一掃するために。聞いたわ、少しは。何？ねえ、今のは何の音？とりあえず聞いたか。聞いたよ。ええ、でもかなり遠くよ。結構でかかったぞ。あれでかなり遠くなのか。大丈夫なの？あんまり大丈夫じゃない。今はね、来なさい。ちょっと高くないですか？うわぁ、これは高いね。ああ、調べるね。調べなくてもきっと俺見つけれるよ。いきなりヒントモード来ちゃってる。落ちたら死にそうだな。けどこっち行けるから行ってみよう。ヒントモードに頼る前にちょっと探してみよう。こっちだ。 ただの回り道が正解だ。そっちは何かあるか。何かあるかい。探すんだ。いいからテスの近くにいろ。了解。寮と階の間に伸ばし棒入ってて。おいテス、フラッシュライト。何、こんなコマンドがあったのか。1時間半ぐらい気づかなかったぞ。明るい明るい、すごい明るい。やはり現れやがったか、トルネの録画停止を。死んでる。感染者か。触ったの？多分ね。さっさと離れましょう。これは戦うフラグだな。明かりは消した方がいいのか。てか、なんでこんな斜めってるんだ。ビル斜めってたな。ここはピサのシャトーだったのよ。なんかある。回復キットじゃ、レンガか。ん？上か？何にもないのかな。降りたらいいのか。こっちか。こっちだ。クリッカーだと。クリッカーだ。うわー、気持ち悪い。感染が進む。うわ、それで目は見えないの。こいつらはね、音を使って見る。そういう、クリックを隠れて見つかる前。もうすぐ見つかるってことか。うわ、やだな、普通に。ビル全体が崩れそうな感じだ。ああ、もう崩れるんだろう、もう分かってんだよ。サプリメントで強化できる。スタートか、セレクトの方か。これか、R1 強化5、体力最大、聞き耳の範囲、工作の速度、治療の速度、精度、ナイフでの攻撃、75ってかかりすぎ。まあ、単純に体力だよな、まずは。
サプリメントで強くなるんだ。アメリカですね。サプリメント社会だ。明るい明るい。揺れてる揺れてる。最高だね。最高じゃないか。超最高。なんもねえな。よし、この扉の先に行こう。手を貸してくれ。そろそろ出てきそう。何？ナイル！びっくりした。痛い、叩かれた。ヒットポイントが。大丈夫？問題ない。探索しましょう。したくねー。もう本当にやばかった。その通り。 That's right。 なんだこれは。もっとサプリメントをよこせ。大量のサプリメントで。かなり気持ち悪い。笑。俺は強くなるんだ、サプリメントによって。ほら、手当てして。あんの？助かる。ありがとう。ぬ、工作。あ、治療キット作れるようになったのか。布とアルコールで作れる。うん。布とアルコールで作れるんだ。死んだ方が早そうな感じだけど、まあ回復しておこうか。あんまりし、なんで回復やめたんだ。ある、離れちゃったのか。包帯巻いただけで回復とか便利な体だな。まあ回復アイテム使うだけマシか。あんちゃんの時は休憩してりゃ回復したからな。さっさと出よう。嫌な音がすっげーしてる。絶対今から戦闘がある音だよこれ。それ以外考えられない。まいったな。おお、人が貼り付けられている。上を見て、ほら。ん？先生、上に上がって見てくれ。大丈夫か、上は。大丈夫。さあおいで。よし、お前も上がれ。二人を挙げて自分は戦うんだな。そうよ。大丈夫か。よし、よし、俺も挙げて。怖い怖い。次はジョエル。捕まって。大丈夫だよな。俺だけ見捨てないよな。来て。よし。音を出すな。おお、顔が。クリッカーを誘導しながら逃げろってことか。この辺に瓶をぶん投げて、瓶の方がいいな。足場に出られる。
んな感じかな。おい、俺が誘導しているうちに先に行っちゃってるよ。ジョエルが20年前に30歳ぐらいだったとして、もう50男だからな。漏らしちゃっただと？アメリカンジョークじゃないか。下に降りられない。ん？乗り越えるのか。じゃあ待ってろよ。おっと、よし、通ってくれ。さあ、急いで。すぐ落としたけど、あれは大丈夫なのか。キュー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 言ってる。階段は下がってる。聞き方によっては可愛いのか。戻った方がいい。あ、仕方ないわね。どうするつもりだ。いい、下は見ちゃダメ。え？ちょっと待って。ゴンドラか。下見ちゃダメ。キャー、高い。ん？おお、揺れる揺れる。ついてきて。大丈夫。こっち来い。大丈夫大丈夫。アンちゃんの時は簡単に落ちたけど、このゲームはきっと落ちない。まいったな。落ちてみた誘惑に駆られる時もあるが、できる限り自重しよう。リボルバー、マグナムか。複数をホルスターを作れば。長押しで武器交換。なるほどな。これはめんどくさいな。俺が様子を見てくる。ソロを頼む。ちょっと待ちなさい。作れないか、作れないか。様子見に行きたくないな。ランナーは足が速いのかな。なんか棒あるね。降りなきゃダメなんだろうな。この棒を使えってことだろ。いる。何？あ、こっちも敵。 L2 で走るわ。ちょ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 、びっくりした。とりあえず投げて、こいつはいいんだよな。普通にぶつけると同時に走って、こいつ生きてるよな、どう見ても。で逃げる。大変なことになってる。あ、行き止まりだ。痛い。追われてる感が。おら、なんで人間こんなにいっぱいいんだよ。あーでクリック。どういうことなんだ。とりあえず倒すんだよな。怖いですね。
武器でぶん殴り続けりゃいいのかとりあえずあんま気にしなくていいだろ。さあ行く。ほらいいもんあんじゃないか。あ、とりあえずこいつをどうにかしなきゃいけねえんだよな。銃を使った方がいいのかな、その辺も分かんない。けど1体目は軽くやっつけてしまおう。お前だ、おら、とりあえずお前を殺さねえとどうしようもねえんだ。おおら、おらおらおら、武器がなくなった。あった武器、バカがくたばれ。すきありじゃ。よしよし降りてこい。なんだ、殺せばよかったのか普通に。やるわねジョエル。だろ、さっさとここを出よう。もうこんなところ勘弁だぜ。うん、重たい。開けてあげて。行け。待てて。なんか固定できるもの。なんか向こうも行う。固定固定。おーし。よし。はあ。クリッカーマジパネっすよ。ほら。大丈夫でしょ。そうか。お、アルコールと布が。これで治療キットが作れる。あ、そういうことか。刃物とかテープとかすぐ溜まるからまず作っとけってことか。そういうことね。布足りねえな。アルコール、いっぱい作っていっぱい使えばいいのかな。あれ作れねえ。3がマックスなのか。これ以上持てない。これ以上作れないから持てる個数に限界があるのか。行きましょう。行くか。結局行くしかないんですよね。痛い。高いってちょっと。エリーの方が高いとこ大丈夫。しばらく休む。フラグだから。お前が休む。ゆっくりしたいっていつも言ってたじゃん。いつも無視されるけどな。今度は無視しないわよ。そうだといいけどな。水の中だ。
俺は一体何のために水の中に入ったんだ。ズボンびっちゃびちゃで気持ち悪いじゃないか。こっちか。水が天然のシャワーだぜ。汚ねえシャワーだ。下だな。なんかアイテムが。ちょっと取ってこよう。よし。あとは戻るだけか。下が正解かな。こっちだ。取れない。これ以上持てない。どっちだよ。ジュエルイヤーを発動させるか。知らない間に先に進まれてる感がする。進まれてた。それを見て、ファイアフライよ。ええ、こいつらはどこにいてもやられてるな。めたい。目的地の奴らは生きててくれるよう祈ろう。大丈夫。ファイアフライの地図。うわ、手書きだ。ズームイン、詳細を見る。議事堂でファイアフライの別の台と合流。161センチって少女の身長じゃねえよ。14歳赤毛。エリーのことだけど身長だけ間違ってんのか。ほら、お客様じゃない。火炎瓶だ。どこ行ってんの。行き止まりにしか見えんか。こっちかな。いるわ。おい、奴らだ。もうちょっとなのに。ジョエル、先導して援護する。エリー、何が先か。俺が先か。集中して。分かってる。静かに出すぞ。これあれ体験版の。いけねえ、わらわら。こいつ巡回してるんだね。巡回サービスマン問題だ。けど1回目はもう見つからないようにスニーキングで行ってみよう。とりあえずブロックで。意外にバレない。なんだこの風景。
ここは地獄か。結果こうなる。敵多すぎ、わらわら。無事逃げれたっぽい。どこ向かえばいいんだろう。わからんな。こっちか。ってんだよ、おら。何だってんだから、おら。あ、クリッカーは倒せない。打撃用武器がない。やっぱ1体ずつ減らしていかなきゃダメか。どうなってんだ。やっぱゆっくり行った方がいいのかな。止まんねえんだな、銃でも。やってしまった。一応気づくまで。次、ちょっと全滅目指していこうか。厳しいなこれ。さっきは決めときたかった。生贄の夜とは違うんですね。というかゲームランキングで1位になってるのはなぜだろう。自分はマリオ優かピクミンが良かったな。ナイフってこんなに便利な武器だったんだな。いるいる。倒しきれなかった。やっぱ安全にナイフで殺していこう。シニアさんはゲームが上手いですね。それは皮肉ですか。気づかれてんじゃねえかよ。倒しきれねえんだよな。
っぱナイフだ。まごうことなきナイフゲーだ。ってやつでピクミン3戦闘体験できますよね。今日もやってるけど。よし。さっきなんで気づかれて違うな。さっきはこいつにナイフ恐ろしいぶん投げたせいなんだよな。腕にナイフ刺した。5体ぐらいかな全部で。なんだっけ、さもう忘れたな。3-5-7-1-8か、そんな感じ。わらわらとか言ってられない。暗証番号が必要。あ、ダメか。さっきのあれ調べてこなきゃダメなのか。だいぶ殺したはずだぞ。あれ、くそ、その調子よ。あと1個しかナイフがないけど、さっきの暗証番号のとこ行かないとな。敵を無視できないのが嫌ですね。来た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 。いなくなってる。これで暗証番号もゲットと。何が入ってるんだ？ん？サプリ？あんだけ頑張ったのに？変えられたらたまったもんじゃないよ。そら、行け行け。上か。大丈夫か。やっと抜けれたか。つらかった。嘘みたい。助かったね。無事よ。無事ね。うん。
尊い言葉だな。二人ともすっごく強いね。やりましたね。運が良かった。次は危ないぞ。皮肉だよこれ本当。